さあ最近どんどん汗ばむような暑さの日が増えてきましたが、うん、この季節になると夏野菜が美味しくなってきますよ ね、 すね。サラダの中で食べたりするんですが、うん、はいはい、お二人はなんかドレッシングにこだわりとかあったりします？俺はもうなんかシーザーサラダ的な、あちょっとこってり系、 あんまりこだわりはない。広瀬君結構こだわってるみたいですね、うん、まあ、好きなお店屋さんに行って、はい、ね、あのお店のところにちょっとそこで使ったドレッシングとか、はい、これ買って帰ろうかなって、うん、ね、結構こだわってるみたいですね、広瀬、うん、さんは。そんなドレッシングがお好きなお二人にですね、はい、おすすめのドレッシングを今日はご紹介していこうと思います。いいですね、はい、協力してくださったのは石丸文香堂本店です。はいはい、まあ、文房具屋さんなんですが、うん、最近長崎ジーモがリニューアルオープン、うん、リニューアルされたばかりでして、はい、さらにパワーアップして長崎の良かものがたくさん揃っているんですよね。うん、多い数ですね。はい、もうその中でもドレッシングはかなりおすすめということで、お店の方一押しのドレッシングを教えてもらってきております。はい、それでは早速参りますね。はい、まず一つ目はこちらです。雲仙市のベジドリームが作ったナチュラルドレッシングです。美味しそう。その中でも一度食べてみてほしいという人参ドレッシングをご用意いたしました。はい、はい、今日はですねサラダにかけてお持ちしておりますので、はい、ぜひお召し上がりください。本当だ、人参だからほらね、人参のオレンジの色になってますよね。はい、うん、いかがですか？優しい、うん、うん、美味しい。ちょっと甘みもあって、うん、甘みがあって、ちょっと酸味があって、はい、お野菜が食べやすいですね。美味、うんうん、しい、うん、こちらの人参が苦手な人ですとか初めてお野菜を食べるお子さんとかにすごくおすすめだそうなんですよね。確かにナチュラルね、うん、噛んでるうちに本当に人参の風味が口の中に広がって、うん、美味しい美味しい。なんか野菜の旨味がこのサラダの野菜の美味しさをさらにこう引き立てるっていう感じのドレッシングですよね。うん、野菜で野菜を食べるってことね。はい、ちなみにこの、はい、ドレッシングなんですが全部で5種類、うん、種類がありまして、はいはいはい、それぞれすべて雲仙島原で採れた新鮮な野菜や果物を使ったドレッシングなんですよね。いちご、そう、いちごのドレッシング。中でもこうおすすめなのはあのセロリのドレッシングで、セロリが苦手な方でも、うん、もう全くこう気にならずに美味しく食べられるそうですよ。美味しい。はい、ではどんどん参りますよ。はい、2つ目のドレッシングをご紹介します。こちらです。はい、こちら長崎茶寮が販売しているごまドレです。長崎茶寮ってもちろんお二人ご存知ですよね。東長の、そうです、そうです、川徳さんがやっているあのダイニングレストラン、はいはい、長崎茶寮が作っているごまドレッシングなんです。こちらもちろん野菜にかけても十分美味しいんですが、はいはい、石丸文香堂さんのおすすめの食べ方が冷しゃぶサラダということで、うわー嬉しい、はい、冷しゃぶも載っております。どうぞ。あ、合う、肉に合う、これ、うん、あ、うまー、うま、ごまの風味がすごいね、うん、はい、口の中に広がってうま、うん、そうなんですよ、うん、こちらごまどれってあのもっともったり濃厚なイメージがあると思うんですが、うん、こちらのごまどれはバルサミコ酢がアクセントで入っているので、うん、さっぱりしてその中でよりごまの香りが引き立ってるっていうドレッシングなんですよね。でもお肉の味を別に殺さないんだよ、ずっと優しく入ってくれ、うん、濃いごまだけど、はい、めちゃくちゃ、うん、あっさりあっさりしてるなんですよね。うん、こちら野菜はもちろんなんですが、うん、他の食べ方としては、うん、お豆腐にかけても美味しいそうですよ。うん、こう夏にねお豆腐冷ややっこで食べるときに味変でいいかもしれません、うん、はい、さあさあもりもりいただいてるんですけれども、はい、最後のドレッシングを紹介しますよ。はい、日本の三大珍味を使ったこちらのドレッシングです。あれかな、はい、こちら想像してました。藤井からすみ店さんのからすみドレッシングです。からすみ、はい、まあ、高級食材、さらにこうおつまみとか珍味っていうイメージがありますからね、うん、はいはい、こちら今回はですねカルパッチョでお召し上がりください。あ、なかなかこれ贅沢ですね、うん、はい、もう本当にかけただけ。うーん、あ、もうなんかイタリアンのお店で食べてるような感じ。はい、あれドレッシングかけただけなのにしっかりからすみありますね、うん、そう、粒がちゃんと見えますよね、うんうん、おー、うまい、うまい、ね、なんかこう普通のドレッシングは結構酸味が引き立ってる感じがするんですが、はい、こちらどちらかというと酸味は控えめで塩味がつまみ、あ、強めなので、うん、お酒
酒に合う感じしますね。確かに確かに、あの塩味が効いてるから逆にお魚がね、うん、甘く感じる。そうですよね、美味しい。よりこう海鮮同士というところも相性がいいポイントかなって、うん、いやこれはなんか長崎らしさも感じれますし、うんうん、これやっぱりからすみって言いますと高級食材みたいなイメージがあるので、うん、こうご自身のこうご褒美としてもいいですし、うんうん、こうお土産とかプレゼントに買っても良さそうですよね、うん、確かにちょっとね、うん、シャレの効いたこの長崎らしいこのプレゼント、うん、いいですね、ドレッシング。そうなんですよ、うんうん、まあこのようにですね、あでこちらのドレッシングはどちらかというと大人の方向けということで、はい、とっても濃い味付けなので、うん、生ハムに垂らしたり、うん、淡白なお味のモッツァレラチーズにかけちゃったり、贅沢したい日にこう楽しんでいただけたら。ここはあのワインは出ないのかな。ワイン欲しくなっちゃいますね。がっつりも食事になってます ね、 そうですね、結構 量も結構あるから、はいはい、あとあの勝手なあの私の個人的なアレンジで、はい、あの普通にざく切りキャベツにかけただけでいいおつまみになるんじゃないかなと。本当の何にでも使えそうですね。はい、あのっただけでも高級料理に変わっちゃいますよ、うん、はい、美味しい。そうなんです。さあそして今日ご紹介しましたドレッシングはすべて長崎で作られているんですよね、うんうん、はい、長崎の地のものということで、うん、このように石丸文工堂さんのジーモでは長崎の美味しいものをたくさん準備しておりますので、うん、はい、こちらで長崎の地のものをね、はい、探してみてはいかがでしょうか。長崎の美味しいドレッシング参戦でした。